ね、昨日はちょっと業者さんとね、一応なんか以前からなんか一緒にゴルフやりたいってんでさ、で一応鎌倉カントリーね行ってさ、でまあ帰りがけにね、逗子にさなんか牛タン屋っていうのがあるんだよな。でさ、なんで逗子に牛タン屋さんなのか分かんなくて、で通るたびにさ寄ってみようかなって思ってたんで昨日寄ったんだよ。そしたらね、石橋君そっくりな人出てきてさあ、こいつ昼ここでアルバイトしてんのかなと思ってさそっくりなんだよ。まあ気が向いたら言ってもらいたいんだけどさで、とりあえずね、一昨日一応うちのなんだよ、三崎にね、にでいろんなことやってる人いるよね。木川田君っていうのは今酒屋手伝ってるのかな。で、あとなんだ、中川君っていうのがさ、まあとりあえずいろんなところ で、まあ、ラーメンやったりさ、ホテルやったり酒屋やったり、もうとにかくありたりのことやってるね。でね、まあ彼らもね、なんかあれなんだろうね、要するに腰をつけて仕事したいと思ったんだろうね。月曜日の日に一応住宅を2人ともさ買うことになって、で一応手伝いしてさ、で買って、決済がね、月曜日終わったわけで、まあそうするとさ、まあやっぱね、なんていうかな、ね、若さでさ一戸建てじゃん、ね、買えるわけだよな。でさ、まあ ね、こっちの、まあ、例えば都心部だとさ、まあ、マンションとかね、しか買えないだろうけども、向こう行くと一戸建てなんだよ。でさ、それもね、まあそこそこの、まあそこそこってまあね、2、30坪だけどさのところで、買えるわけだよな。だから、ね、彼らも一応、まあ、今後いろんなことを考えた上で、とりあえずさ自分が住めてるエリアにそこに、住みたいってことなんで、一応じゃあそれを協力してあげたということね。で そのおかげでさ、今度ほら彼らが住んでる社宅がね開くよね。でそれを今度また賃貸で貸したり、まあ、今度なんだ、エアビーか、を使活用して、少しね収益構造作ろうかなってことを今考えてるわけでさ、昨日一応酒屋でね、昨日おとといか酒屋でちょっと打ち合わせしたんだけど、まあ、実は酒屋のほら お父さんのさ、奥さん亡くなっちゃったんだよ。ちょっと施設に入ってて、で亡くなっちゃって、まあ、今日お通夜なんだけどさ、まあ、そんな関係でちょっと行ってね、いろんな打ち合わせしたんだけども、こう見てるとさ、エアビーがね今月2件入ったのか。でちょうどたまたまさいたんだよそこに。ふとね、なんていうかな、また、フランス人のグループが、要するに4人くらいでさ3日間そこに泊まってんだよね。でさ、1人だけちょっと日本語喋るんだけど、あとの人ほとんどもう全部フランス語なんだよな。でさ、今度見てみたらまたアメリカ人とか入ってるわけで、もう一つはね、先月か、アメリカに住んでいる日本人の夫婦が日本に帰ってきて山田屋の2階に泊まるっていうね、なんか不思議なこと起きてるわけで、ね、これね面白いなと思ったのは、なんでここに泊まるのかなと思ったんだよ、ね、でそれはね、一つは、まあ例えば家族で旅行行った時にさ、1泊2万円くらいのさホテル泊まると、要するに、4人だったらさ8万円だろ。で8万円取られちゃうわけだよね。でそれがさ4日間だとね、3泊、4日だとすると3泊とすると3泊24、それだけ24万円かかっちゃうわけじゃん。でところがさ、エアビーの場合はね、一部屋いくらの話になるから、要するに、一人単価でいくとね非常に安いってことね。であともう一つはホテルさ、俺らもそうだけどあちこち泊まるだろう。そうするとさ、どこでも大体一緒じゃんね、どこでも大体一緒、ね、でだけど要するにさ、ね、酒屋の上にさ泊まれるってちょっとかね、変わってるよね。でさらに酒屋の飲み物はさ酒屋価格だから、要するにホテルで泊まるとね、冷蔵庫の中パン開けると要するに、ね、水飲んでもさ200円か250円取られたりするよね。とかさ、酒屋だから100円じゃん、ね、酒もね、要するに、ね、有効はね、なんだ、外で飲むとさ800円取られるけど、そこで飲むと300円ぐらいかで飲めるわけじゃん。っていうことで考えると、要するにコストすげえ安く済むわけじゃん。で彼らね、昼間はね、なんかそこらもなんていうのあれで、なんかコンビニかなんかで物買ってきて食べるんだよな。で夜はなんかダラダラと家族で外出てさ食事したりしてくれるじゃん。でね、ここのね、夜外に出てダラダラと食事するっていうところが僕はね経済効果だなと思うわけ。っていうのは何かっていうと、このフランス人たまたまさ、俺なんかが
あの蔵で、ね、いたらさ、また来たんだよ蔵に。それで、ね、蔵でさ、いろんなもん頼むんだよな。それで、あの片っ端から頼んでて、で普通外国人あんまりそんなにね、いっぱい頼まないんだけど、そこについてたなんか、あの多分奥さんはアジア人かなんかみたいなんだけど、その人が一緒に来てさ、いろいろ指図していろんなもん頼むわけで、ね、俺なんかが結構ね長いするんだけど、彼らはそこですごい長いしてくれて、であのね、後でさ精算金見たらね、まあそこそこね飲み食いしてくれてるわけで、これさ面白いなと思うわけで、それは何かっていうとさ、あの三崎の町ってさ、そんなになんとかなメジャーじゃないじゃん、あの観光地としてね。で行ったからって何があるわけじゃないけど、なんか知らないけど、あの、晴れた日に土曜日とか日曜日にいっぱい人来るじゃん。でさ、何してんのかなと思うと何もしてないんだよ。別にこれといって目的がないんだけど、なんか知らないけど天気が良くて、ね、ドライブ行くってなると、やっぱり三崎にの、ね、あの渋滞してるのにもかかわらず、要するに海沿いの道をさ走ったり、ね、畑の中走ったりして楽しむ人がいるわけじゃん。で別に何かそこで買うってことじゃないんだけど、要するに消費活動は意外に低いけれども、いっぱい来る人いるよね。じゃあやっぱりここにさ宿泊施設を設けてあげて、要するに、ね、2泊3泊するときに、要するにフォローができれば、要するに経済効果が出てくるよね。で今回あの、黒川君がね、あの一応ずらーっと引きずっててさ、1年くらいかけてようやく今度、8月のん6日か8月6日だっけか6日だな6日にね、あの中国人 の, あの子供たちね、本当はだから40人くらい来る予定だったのが、まあ、17人かな。でそれに付属するその、府警の人が、ね、一緒に来て、でこちら側は日本人の人たちが要するにお迎えをするというね。で本当はあのね、段取りが取れてればさ、あのこっち側もいろんなことを、ね、企画したんだけど、もう急にさ、あの7月の末くらいに、ね、実際やるってこと決まっちゃったから、もうバタバタしてさ、でしょうがない、ね、今横須賀のね、あのなんだけん玉協会ってあるんだよ、けん玉協会。それでもうしょうがない、子供たちにけん玉を覚えて帰さそうみたいなさ、企画してみたりね、あのいろんなことを考えてさやるんだけど、これね一発目なんだ。でこれあのなんで実現したかっていうと、あの中国旅行者のね人が、あのたまたま三崎に来た時に僕が案内してね、でたまたまそういう話があったから、本当はね、あの山梨でやる予定だったんだよ。で山梨行ったって何もないよって、まあ三崎も何もないんだけどね、一応山梨行ってもな、ね、何もないからさ、ね、三崎に寄ってから山梨行けばいいじゃんいう話をしたら、それね、あのひょうたんから困難になってさ、実際に実行することになっちゃったの、ね、でこれが続くとすると、まあ、次回からもやっぱ同じような形で、ね、毎年そういうなんだ テレビのイベントなんだけども、一応やろうなってことになってるから、まあね、実際にうまくいくかどうか分かんないけども、要するにインバウンドの人たちを呼ぶためにはやっぱりね、宿泊施設重要だなと思っていて、でこれもね今全然ないからさ、まあ、たまたま今あのホテルの計画をね今我々で練ってさ、あのやろうとしてるわけで、これがうまくいくと要するにね、でかいホテル作るのリスクあるけど、まあ、宿泊施設をねコツコツと増やすことによって、滞在時間を流せるっていうことで、まあ、今回ね、なんだ、日本全国のさ行政の人が、ね、この間も見に来てましたよ。でそれであの街を歩いて、要するにどうして、ね、ここの街だけはシャッターが開いてるのかいうことを研究しに来たりしてるんだよ。これね、だんだんこうじわじわしていくうちに、今度ね東京オリンピックあるよね、この前にそのインバウンドたちが来るようになると、これねすごいあの日本全国に通じるビジネスモデルになると思うよ。まあ、だからね、まあ、ここが、ね、我々中心となってやってるから、まあ、不動産でね、あの仕事をしながら不動産でお返しする、まあ、それが一応一番正しいさ、まあ、地域貢献じゃないかなと思うわけ。まあ、ぜひね、あとなんか、8日の日かな、うちの船ヨットであの、花火大会ね、また見に行く計画になってて、でここにはちょっとね有名な人たちも一緒に、ね、来ることになっちゃったから、まあ、ちょっとね宣言があの必要になっちゃったんだけども、まあ、一応ねそういうことでどん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 こうね町おこしに、参加できればいいんじゃないかなと思うね。まあ、ぜひそういうのもね、来年のね1月はもうすごく不評らしいんだけど、三崎のあのね、浦見の市民会館でうちの新年会とかのね方針会をやることになってるから、ね、ぜひその時にね、全員なるべく参加するようにしてください、ね、お願いします。